この前一人の仕方を間違えてて、二段ベッドの下で寝てる弟に、家族でご飯食べてる時に、両ベッド揺れてるけど夜中何してんのって聞かれた話はしたんですけど、まあ兄も弟も常に彼女が絶えなくて、隣の部屋で彼女と騒いでる分にはいいんですけど、シーンとなった時が逆に複雑というか、でまんまと先越されたんですけど、で弟は喧嘩も強くて、僕は慕ってくれてたバスケ部の後輩が柔道場でじゃれてた時にちょっと力で負けて上にマウント取られたみたいなことがあって、次の日からタメ語になるみたいなぐらい喧嘩がちょっと苦手だったんですけど、でもあの弟のお兄ちゃんだからめっちゃ強いって勘違いされて、その弟が友達といる時はすごいああみたいな感じで済ましてたんですけど、今は包み隠さず夢の中で魚つかみ取りしてて、そのヌルヌルで無制してしまった話とか素直にしてるんで、まあそんな感じで彼女も募集してます。それではありがとうございました。さよなら。